中。できることを増やそうと思いました。なのでそういった中でそこの軸でこうキャリアっていうのを見つめた時に自然とこうコンサルタントっていう仕事が、まあ、こう汎用的にこう、まあ、ビジネススキルっていうのを、まあ、いち早くこう身につけられるっていうのを、まあ、僕はこう、まあ、書籍とか読む中で、知っていったので、なんでなんかそこのコンサルタントっていうのを目指してやりたいなと。守りに入る方が僕の中ではリスクだなと。もう一定そこでこう荒波に揉まれながらやることで、まあ、そこでたとえ失敗したとしても絶対残るものがあると思ったので、なんで、まあ、僕の中でまあ不安もありつつそこに対するこう躊躇みたいなのはなかったです。自己分析をしたり、あとはそのなるべくこの今の社会どうなってるのかなとか、そういったところをこう情報キャッチしていきながら自分のこう方向性みたいなつけていく。まあコンサルタントになりたいというかコンサル会社に行きたいっていうか一つ決まってたので、まあ、そこに向けて、あとはそこに入った後に何をしたいのかっていうところ、次のビジョンですね。そこを自分の中で、まあ、自己分析を重ねてよりこう明確にしていったというイメージですね。思考を深めることと一個一個整理することがすごく大事だなって今思ってまして、例えば打たれたっていう事象があって、それはあくまで起きたことでしかなくて、それは問題ではなくて、打たれたことで何か起きるのが問題だってとか、でなんで打たれたのかっていうのは、それを原因を深掘っていく上で、じゃあどんな要素があるのかなと一個一個整理して考えて、で自分の中ではここだなっていうのを特定していくっていうのは、その思考のプロセスってすごくこう今のそのコンサルティング業務でも必要ですし、ひとくくりにしないちゃんと個人をそれぞれしっかり見て評価していくっていうのは今度受ける側としても必要なことなのかなと思います。ピッチャーと野手でも全然求められる要素が変わってくるので、なんでその中でこう得たものって絶対みんな違うはずなんですよ、まあ、得た学びとかそういったものをやっぱアスリートもしっかり自分の言葉とか活字で表現できるようにならなきゃいけないですし、企業側もしっかりその選手がじゃあ何を学んできたのかとかっていうのをしっかりこう見に行くというか評価しに行くっていうのが大事で、それがこう見えてくるとだんだんそのアスリートの社会人になってから の, そのキャリアの歩み方とかある程度方向性とか、じゃあここを生かしましょうとか出てくると思うんですよ。それがこうしっかりこう見える形になってくると、もっとこうアスリートから社会に出るハードルも下がってくると思いますし、活躍の場っていうのも広がっていくんだろうなと、はい、感じてます。アスリートでいるうちはその自分の視野ってのどうしても狭くなってしまうので、あとはその自分の中の今人生の中で今自分がどこにいるのかっていう現在地ってのが見えてないと思うんですよ。なんで全然そこの今自分のアスリートである時間だけが人生の全てではないので、まずそこまで認識しなきゃいけない、一定の競技しかやっていけないっていうところはあるんですよ。だからこそ自分の秘めてる才能とか全然気づけてないといっぱいあると思うんですよ。で社会でこう生かせるその才能っていうのがどこに秘めてるか分かんないですし、またその後発的な努力でいくらでもその可能性って広げられると思うんですよ今。なんで勉強一つでもこう可能性広げられるような世界だと思っているので、なんでまずそこをしっかり知っていただいて、でそこをしていくのアプローチっていうのはもう選手時代に気づけているので、努力するところだったりとか自分を高めるところっていうのはできているので、なんでこう自分の可能性っていうのをしっかりまずしていろんなところを探りながらどんどんチャレンジしてやっていってほしいと思います。はい、役職でいうとマネージャーになりたいとかそういった一個目標を置いて、でなんかそこに行くことで自分のこのキャリアチェンジが まずある程度一つ成功を収めたって言えるところかなと自分の中で思っていて、なんで一個まずそこに形を残して、であとはそこからいろんなことを棚卸しして何が大切なのかっていうのをしっかりどんどん伝えていく方に側にこうなっていきたいなと思って。